非公開化ということが、まあ、あのもちろん前面には出てるんですけれどもあのいろいろなパターンのご提案があるというふうに我々としては思ってございます今現在10社ほどですねあのスタディに参加していただけるというふうな方々が来てございますんで慎重に見極めていきたいというふうに思ってます